ソフィア。あなた誰？その子ソフィアちゃんよね。見間違いようがないよ。ここのところ毎日一緒だったし。でも様子がおかしいですわ。皆様油断なさらぬよう。こいつは何なの？あなたたち。私はあなたたちなんて。待って、ナディラとライサ、どうして二人とも。私たちのことはわかるのね。どうしちゃったの、ソフィアちゃん。ナディラ、いきなりそんな話し方、どういうつもり？ソフィア、何やってるの。まだアマリアは見つかっていないのよ。油を売ってる暇なんて。何こいつら。待って、ナディラ、私と君にそっくりな顔がある。なるほど、擬態する魔物か。はは、そういうこと。私を惑わそうなんていい根性ね。叩きのめしてあげるわ。ちょっと落ち着いて。私たちは魔物じゃないわよ。本当だよ。私たちには何が起こってるかわからないけど。そんな言い逃れ通用すると思うの？私たちを騙そうなんて。どうなるか思い知らせてやるわ。信じてくれなんて言葉で人の態度が変わると思うの？能天気な魔物だね。人類でその知能レベルだったら衝撃だよ。待ってくださいよ皆さん、理屈に合わないでしょうが。何あんた、最初にぶっ飛ばされたいわけ？足は半辺ってケチな魔物崩れですがね。いや、考えてみてくださいよ。お二人が来る前からこの人たちいたでしょ。そうよ、擬態っていうのは見た情報をもとに姿を変えることでしょ。私たち、あなたの仲間を見る前からこの姿だったよね。そういえば、確かに。それに、こっちのお二人はじゃあ何かって話ですよ。私と王子？おお、確かにそうですわね。魔物なら擬態もせずに人間を装う意味は分かりませんわ。それに最初に声かけたのはこっちの旦那だったでしょ。知らない顔が話しかけたら警戒されるの分かりきってますぜ。せっかく擬態したなら、ナディラさんかライサさんがソフィアさんに話しかけるのが筋ってもんでしょ。なるほど、一応理屈は納得できるわね。いいわ、一旦武器を収める。詳しい話を聞かせなさい。ただし、おかしいと思ったらいつでも攻撃するから、そのつもりで。弱そうな魔物のくせに私の意見を否定？おいソフィア、私のことは信じられないってのか？そんなこと言ってない。まずは話を聞くって言っただけ。もうめんどくさいな。もういい。とにかく同じ顔の別人がいるのは事実よね。けど顔だけって感じね。話し方からして同じ人とは思えないわ。うん、そっくりなのは顔だけ。見ればわかる。見た目は私そっくりだけど知性は全く感じられない。なんかすごい言われよう。あれ待って、私とナディラのそっくりさんがいるならこのソフィアって。ええ、私たちがよく知ってるソフィアちゃんとは別のソフィアちゃんなのでしょうね。ナディラとライサがいるなら私の偽物がいたとしても驚かないわね。でもと思ったけど、名前は同じなわけ？あんたたちの名前もナディラとライサで、私のそっくりさんもソフィア？聞きたいのはこっちよ。ただでさえバタバタしてるっていうのに、こんな面倒まで起きたんじゃやってられないわ。わからないけど、一つはっきりしているのは、
この人たちもやっぱり3人一緒に行動してるんだってこと。そうですわね。行動パターンまでそっくりということになるのかしら。マカロン？何？お菓子の？記憶喪失？さあ、よくわかんないけど。そんなことより、今はアマリアだって言ってんでしょ！そうだったわね。さっさと見つけ出さないと大変なことに。かわいい子ね。ずっと会いたかったのよ。